はい皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。じじじゃゃゃん This is 嵐ライブというのを私が見させていただきながらああでもないこうでもないといろんなことを言っていく動画あっという間にですねもう今日で10本目になってしまいましたこの曲順のねリストで見るとわーっともう前半戦終わって今後半も途中ぐらいまでもう来ております前回 We Never You Call から「台風ジェネレーションという2曲を見させていただきまして この後はままたねねピカンチダブルとそれかから君の歌もう一回来ますかここでねはいさっきの「君の歌はまあ紅白用のねちょっと前に歌ったやつは紅白用のメドレーに入ってた歌ですけれどもこの後もう一回やってくるんじゃないですかね。さあということで早速続きをいってみたいと思います。それではいきますよ。前回の「台風ジェネレーション」が終わったところで1時間40ちょっと待ってくださいね。 今、ぴっちり始めたいんですけれども、今、DVD、ブルーレイ再生ソフトが、キュル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 言っております。はい。1時間47分40秒から、ピカンチダブルチャプターのところからいきましょう。さあ、5人が枠の中の映像の中で、なんか、なんか面白い映像だね。うわっ、下がすごいです。もうステージが一体どこなのか分かんないぐらい広いところの。 空の上に作られたヘリポートみたいなところで映像が下になってね5人がそこで歌って踊ってます見慣れた街並みあら昔の写真が出てきたよいつもの仲間が離れてくなんて旅立って行くなんてもう歌詞がもう一気にリンクしてるね自分を探して孤独に怯えてと身に過ごした 最高の退屈な日々まっすぐに目を見れずゆらゆら揺れてるそれぞれの道に差す光の波を越えてゆく終わったはずの夢がまだ僕らの背中に迫る刻まれた思い出がすごいね がが歌っっててるるるるステージがぐるぐる回ってる感じですよ後ろの映像とリンクして動いてるみたいにそれは見えますけど「抱きしめるせめて今日だけは消えないでまだまだ俺がとどまるところじゃないから朝はかな青い思いを抱いていたの赤さたら習った」お 習っった頃から10年以上だ。だちゃんと繋がってんとがて若すぎたこのままずっとなんて考え相葉君動き始めた列車の中相葉君歩いてるところにずっとレールがそして今度桜君歩いてるところに赤いレールとかね線がずっと引かれてそんで今度は松潤が歩いて紫色というかピンク色が左側に行って二宮君に行って二宮君が今度黄色で。 歩いていく先は大野くんですよ。ずっとこのまま、大野くん歩いてきた青いレーズンの上を。僕らの未来照らして。さあ、5人が星になりました、つながって。高く舞い上がれ。映像すごいな、それでまた終わったはずの夢がまた。 昔の5人の映像がいっぱい後ろに出てます写真が刻まれた思い出が騒ぎ出すうわあ後ろの映像すごい限られた愛と時間を両手に抱きしめるせめて今日だけは消えないで、ね、すごいね止まった時間は夕暮れ僕らの未来を照らす 二度と戻れない夜の中でいつまでも語り続けるとあとえ不希望の歌をたとえ今だけと分かっていてもさくらい嫌に短期間あの時そしてあの場所から今 俺ら若すぎたただ若すぎた5人が並びましたンわ後ろにまたほら5人の若い時の写真が出てきましたよ並んでる順番も一緒だ左から大野くん松潤相葉くん二宮くん桜くんそして君の歌もう一回やってきましたててててン今度は後ろから宇宙のように真っ暗けんところに また今までの5人の写真が出てきましたよ今度はライブの映像とかね。てててん。つろいゆく風景の中ずっと大切な人触れるたびかけがえのない思い出くれた。 穏やかな風がこのね3人がバッと歌った時の声の重なりがすごいいいですね日常に温かくかけることのない言葉たち面白い写真出てますよなんかね「なんだよ季節越えた」大野くんの肩を持ちながら相葉くん出てきましたよ前に。 結びつけけるため探し続けていく永遠の絆を歩きだぞ今度また広い空間でもっといろんな写真が出てますよ。売れたとしても塗り替えていくこれは長くファンでいる人たちはもうこれたまらないねこんな映像見たら。 追いかけて果てない未来へ繋がるにかめぐり会える虹の橋で同じ夢を見ようこの映像はすごい。共に過ごしたこの街の記憶が ずっと輝けるようにさあ、相葉くん歩き出す明日は僕らで描こう涙にくれたとしても塗り替えていく強さを教えてくれた君の温もりをうん春の意味ないもう五人の声重なった時に本当に綺麗に混ざってるね 虹の端で同じ夢を見よう今アンフレッドしたマイラブ君のためにわあ綺麗に声響いてますわあすごい本当に空中に浮いてるみたいな「君のもとへ相葉君なんだあれスマホみんなで撮るよとわあ自撮りをしました みんなで取れてる取れてるとーあっ今撮ったやつなぜか私声になりましたけどそんな瞬間的にいけんのへーなんかほんと切なくなってきましたね。 休止前ラストのライブなんだなっていう空気がバリバリ出てきました「ピカンチダブル」とそれから「君の歌とね、まあ、前回のね配信の時も言いましたけども動画の中でもやっぱりこの歌詞のね端々にやっぱりこの「休止になるんだよ」ということをこうねうん歌うような歌詞が出てきますから。 もうだから私なんか本当にねちょ本当1年ぐらい前から嵐の楽曲をちゃんと聞き出したぐらいの人ですからでそれでもこれを見るとはもう休止しちゃうんだなというふうに思うので今のこうねいっぱい出てた映像写真たちね昔のライブのだったりまあオフショットというんですかねリハーサルなのかみんなで写真撮影の途中なのか分かりませんけども。 あれをずっと見てた人たちはあの映像の前で5人が今歌っててこのね歌詞のリンクみたいなことになったらそりゃもう大変ですよまあでもしょうがないねもうこういうことになったわけですからはいえー、でもう今日の「君の歌が終わったらあとですね「嵐モンスター迷宮ラブソングマイガールハピネス感謝感激雨め嵐」。 これは皆さんがリクエストたくさん頂い,いている曲ですけどもそしてラブソースあともう9曲しかない、はいはまあね見たいんだけれども見たくないような感じになってきましたけれどもひとまず、えー、今回はこんな感じでピカンチダブルと「君の歌を聴かせていただきまして私が思うようにお話をさせていただきました皆さん今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。